あれ読んできました。ありがとうございます。ちょっとあのお金のことでやり取りがあるので、ちょっとここで待っててもらっていいですか。すみません。Thank you.
はい、なんかすごくいい場所に出店させてもらったので、皆さん足を止めてくださいます。いや、皆さん楽しんでもらったらなと思うんで、はい、綺麗なものがいっぱいあります。はい、ありがとうございます。上手やったら聞いてくださいね。はい、ちょっとコロナなんでちょっとあんまり別にできなくて、すいません。ライブ配信中です。あ、そうなんですか。いただきます。回ってる回ってる回ってます回ってる。ですね、花広場じゃない、なんだっけ、花結び2022始まっております。じゃあ乾杯の写真撮りましょう。はい、いただきます。はい、乾杯。晴れ女3人です。絶対雨降らないよね。雨降らない絶対。夕方まで行けない。写真どうなってるの。写真撮ります。撮りますか。はい、第1号です。はい、はい、名前は、ニックネーム、藤本雅則です。イエーイ、出たね、出たね。はい、乾杯しましょう。はい、乾杯。ありがとうございました。ありがとうございました。どこから来たんですか、聞いていいですか。あ、横浜です。地元。市内です。はい、地元。浜子ですね。兄弟。兄弟。はい、美人姉妹のお二人です。何さんですか。あ、キキです。書き込みさせていただきます。キキ。あ、本当ですか。はい、キキさん。と、みそぽんです。みほぞん。みそぽん。みそぽん。みそぽんとキキ。はい。ありがとうございます。めちゃめちゃ晴れ女なので、この後暑くなるよ。夜まで行ってください。撤収もあるんで。ちょっと最初私だけのつもりだったんですけど、書き込み
晴れ女来てくださいって言ったので、はい、召喚しました。すごめちゃめちゃ晴れ女なのでやば絶対晴れますずっと持ちなかったんかね、はい、ありがとうございました。え、植物とか育てるんですか今、はい、私が、あの全然初心者なんですけど、戸建てに引っ越したので、うん、ちょっと買ったよ、はい、ついにやったねやったね買ってありがとうってお父さんありがとうみたいな感じでパパありがとうだねうやり始めたっていう買い込んで買い込んでいいのいっぱいあるんでゆっくり見てってくださいあ、バッチリですねありがとうございました。楽しんでてください。はい、乾杯乾杯ありがとうございます。写真撮りますか。はい、お願いします。はい、あ、ご主人入らなくていいですか。主人がやらないといいですよ、全然。あ、そうなんですね。私も取ります。はい、チーズ。はい、あら、あら、帰ってきたじゃん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、あの、一個だけ聞きたい。はい、どうぞどうぞ。カーネーションを。あ、せっかくなんで、あの、こんにちは。カーネーションを、はい。育ててるんですけど、はい、今年、結構ちょこちょこ咲いてたんですけど、おー、すごいですね、はい、ものすごく不一荒らされちゃってるんですよ。あ、虫に、イモムシが今虫だと思ったら、すごい量食べられちゃうんですけど、はい、ネズミとかってどんな食べ口になりますか。あの、鼻の根元のところがバラッと思いっきり食べられて、でも鼻がもう散らかりまくって、花びらが散らかる、そう、根元だけ食べられちゃう。花の根元ですか、うんですね、茎じゃなくて。茎じゃなくて。花の茎の根元みたいな。額のとこじゃないですか。あの花がこう、まあ、額っていうかのこう。額を食べるのは芋虫系で、もしかするとヨトウムシです。あ、そうなんですか。で、ヨトウムシは夜になると出てきて食べるんですけど、花びら食べた後、ぐわーみたいな感じで、もうバラバラで、例えば葉っぱが1枚全部なくなるぐらい食べるんですよ。あの、猿っぽいの奥さんは昼間土の中に潜ってて、夜になると出てきて、大きいやつは背中が黒いんですけど、茶色っぽい。で、まだちっちゃい子は青いんですね。でそれが土の中にいるかもしれないので、ちょっと一回抜いて、上見てみます。はいはいはい、で、ふん。あの、人間の花を食べることもあるんですか？あります。ネズミが食べることもあるんですよ。だけど、ネズミの食べ方って、げっ歯族なので、こう食べるんですよね。食べ口が大きいんですよ。ものすごく大きいです。じゃあネズミかもしれない。ネズミはね、もう防ぎようがないので、本当にネズミの、うん、はい。外にネズミが出ちゃう感じですか。そうですね。ネズミがカーネーションよりも、好みそうなものを置いといたらそっち食べません？ああ、そうかもしれないですね。ヨトウムシの可能性もある感じですかね。はい、ちょっと蜂をじゃあ、時期的にはいつですかね。蜂をもし変える、あ、蜂を変えるんだったら、まだ今年は変えてない。変えてないです。何号ですか今。今、6号ぐらい。6号。で、5号で買ってきて6号にして。いや、そのまんまだったんですよね、去年から。変えた方がいいんですけど、もうちょっと暑くて変えられないので、でね、秋かな。ちょっと夏終わってからの方がいいですね。はい。はい、なので、基本虫とかは、虫が食べるもっと美味しいものを置いとくんですけど、虫の場合は弱ったものを食べるので、さらに弱ったものを置いとけば、そっち食べるんですよ。で、動物は、ネズミとかは美味しいものを、腐ったものではなくて新鮮なものを食べていくので、より一層新鮮なものを置いておくっていう。これは、ね、あの脱税するときに、悪い人たちはあの税務署が入っていたときに、税務署が食いつきそうなネタを用意しておいて、こっちで罰せられて、追徴課税を払ってこっちがバレないっていうことになるんですね。それと同じ感じで、はい、あの朝からダークですいません。すいません。言いたかっただけです。じゃあいただきます。はい、いただきます。はい、はい、お疲れ様です。
こんにちは。お忙しそうです。大田区から来ました。はい。一応声かけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube の呼びかけて。あ、そうですね。ありがとうございます。晴れ女さん。はい、晴れ女です。はい。ビール飲みますか？雨降ったことないですね。雨降ったことない。うん、ないです。ありがとうございます。飲みますか？いや、いいです。いいですか？お茶は何ですか？一応声をかけ。ざざざ。ありがとうございます。今ちょっとね、カメラ回ってる最中です。あ、そうなんですか？ライブ配信中で。そうなんですか？はい。やだ、どうしよう。どうしよう。出ちゃいますね。今、なんか、育ててるものとかって何ですか？今バラと、はい、あとまあ植物全般四季折々、育つように考えながら今、はい、庭作りを、今何がちょうど咲いてる感じですかね？今アジサイと、まあ、普通のアジサイとアナベルと、はい、あとはインパテンス、はい、八重咲きインパテンスとコリウスと、はい、あと、まあ、種から育ててるジニア、おすごい、あとひまわり、うん、あとまあいろいろです。日陰の植物、はい、最近ちょっと力を入れて探してるんですけど、はい、今日ベコニア買おうかなと思ったんですけど、ちょっと高いなと思って。木村さんのベコニアね、かなり珍しいやつなんで。はい、欲しいけど、ちょっと今迷って考えてます。ちょうど、PW とか白山さんのブランド内ばっかりを扱っているところがその辺にあって、はい、そこが今の組み合わせだと向いてるかな、夏の暑さ。あ、そうですか。経営では、いいかなって感じなので、花壇内があるので。はい、てか、まだ増やします？あのね、地面があると野良猫が来て糞をしちゃうんですよ、はいはい、だからなるべく植えとかないとと思って、もう日陰の隙間に全部日陰の植物を今植えようと思ってるんですよ。なるほど、日陰植物を今日は探してるっていう感じなんですね。まあ日向も探してますけど、はい、日陰もどっちも探してます、はい、楽しんでってください、ありがとうございました。すいません、あと激力剤ってどこで売ってますか？はい、ちょっと行きますかね、一緒に、はい、激力剤を見に、はい、ちょっとじゃあ、うちのブース行きましょう。こんにちは。晴れ女です。あ、さすが、はい、今ちょっとあで戻ってくるか、はい、追っかけてください。はい、はい、実は前に回ってもらった方が、あの三味線の方たち3人組でなんかすごいらしいんですよ。そうなんですか、はい、いいですね、この和風の音が、ね、和風のね、癒されます。癒されます。中こっち入ってみましょうか。横山園芸の横山さんです。これね、撮れてる今、出演してます。お水をこうやって水道のところに持ってって入れます。で、お水を溜めてると腐ります。なので、必ず捨てる、捨てる、捨てる、はい。説明をしに来たので、皆さんよかったら行きます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。熱帯魚多い。激力剤どこですか？こちら。お疲れ。これですね。はい。これは普通の活力剤と一緒の使い方で大丈夫ですか？同じなんですけど、2リッターのペットボトルに7滴ぐらい。ポタ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 って入れてよく振ってからお水あげます、はい、で特に水が下がりやすいお花、アジサイとかでぐしゃっとなっちゃったりとかします、ね、これをあげるとミネラルがめちゃくちゃ入ってるんで、水の吸い上げが超良くなるんですよ。活力剤だとこっちも活力剤なんですけど、こっちはアミノ酸のメインなんですね、これね、はい、で激力剤はミネラルがメインなので、ちょっとだけ効果が変わってくるんです。で、葉っぱの色が濃くなったりとかっていうことが多いですね、はい、いうような感じです。フルボ酸とかが入ってる？フルボ酸がメインとかっていう、その混合したものではなくて、鶏粉を超発酵させたものなんですよ。自然由来の微量要素がすごいいっぱい入ってて、
そういうなんかこの一つのなんとかさんとかっていう感じではないです。フルボさんが来てるのはこっち。あ、そうなんだ、はい、でもせっかくだからおすすめのこちらの焼き旅館を探しに来たので半端ないです。ありがとうございます。ゆっくり見てってください。ありがとうございます。ね、うちのブースです。いっぱい持ってきました。いっぱい持ってきました。通常の、ネットの通販の値段よりも値段は下げてます。かなり、運賃かからないんで、こんな感じでやってますので、ぜひ遊びに来ていただければ嬉しいです。サキマックスもね。サキマックス。めっちゃ咲きます。何を咲かせたいかで使い分けが変わるので、ありがとうございます。お疲れ様です。綺麗な美人なお母さん、ね、美人だね。ありがとうございます。ありがとうございます。晴れ女ですけれども、ですけど後であっち行きますか、ね、はい、また声かけてください、はい、ありがとうございます。あ、でミクさんね、あのここが、インスタグラマーさんが今あそこに、ヤチさんっていううちのライブ配信でよく出てる、で、あそこ映えスポットになってるんで、はい、ちょっとね、じゃあ通っても大丈夫、ここもすごいです。あ、通っても大丈夫です。中入れるんで。あ、そうです、はい、どうぞどうぞ。いつも見てますよ、ね、ありがとうございます。今日来るのどこにいるかな、探しちゃったんですよ。ここで来るんですよ。ここもいるし、うろうろしてますから、うろうろしてますから、いつも見てたから、そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいて本当嬉しいです。フェイスブックで友達になっていただきました。あ、本当ですか。え、何さん。小島ゆき子です。いつ頃かな、何ヶ月か前ですか。最近何日か前。本当ですか。ありがとうございます。すいません。いつも見てます。ありがとうございます。あのメールして、あの、はい、最初の方にメールしていただいた。そうそうそう、ありがとうございます。いつも参考にさせていただいて、はい、もう本当に未熟ながら、いやいやいや、とんでもない。いつもありがとうございます。ありがとうございます。植物詳しい2人なんで。いやいや、全然ね、今日本気なしなんで。うちのライブ配信もやってるんで、はい、チャンネル名とかちょっと宣伝してもらえれば、はい、いいですか。はい、どうぞどうぞ。あの、花ためチャンネルって言って愛知で2人で楽しく園芸のことを伝えさせていただきます。カーネーションの説明とかすごいから。花ためさんでさん。すいません。皆さんチャンネル登録してください。ありがとうございます。花ため。はい。花ためチャンネル。花とエンタメと花のためになるというお話をね、かけさせていただいてやらせていただきます。もしよかったら、あの YouTuber ブースの方で、はい、あの植物の相談とか、ちょっと暇があれば、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ます。じゃあこちら。どうぞどうぞ、いいですよ。サンフィニティっていうね、100輪咲くひまわりだから、これすごいんだから。今いろんなね、100輪咲くひまわりはあっちこっち売られてるけど、これやっぱすごい。サンフィニティ、花がまず大きい、これがすごい。でここね、あの映えスポットになってるんですよ。ここからこうカメラさんをこうやってみると、もうほらこうね、すごいから、すごいから、あっち、こういう感じ、こういう感じ。え、なんで俺がこっち入んの。ありがとうございます。こういう感じね。すごいですね。ぜひこれ取りに来ていただければ。え、ここもっと前、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 そう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 、こういう感じですね。はい、今撮影タイムですよ。撮影タイムですよ。可愛い僕が進めますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろ終わりますね。下から、下から、はい、下から、下から。プロのカメラマンさんが教えてくれてるんで。下から。すごいですね。ここがいいですよ。私動きます。すごいですね。はい。あの赤レンガをバックに、はい、黒縁入れてください。はい。ああ、どうぞどうぞ。え？ありがとうございます。あ、お酒。妹の方です。妹のじゃあ、囲み撮影になりました。ツーショットを皆さんで写真撮っていただいて、インスタにアップ。はい、ありがとうございます。わからないことは背が高いニューバランスの靴履いてます。はい、あそこで聞いてみてください。はい、撮りましょう、撮りましょう。あ、ミクさん、はい、じゃあちょっとカメラちょっと置いてもらって、置いてもらって
ちょっと待って。あ、ちょっと待って。ピクさんが撮ったビデオ。あの、このスマホで。ちょっと、ちょっと。プロカメラマンで。で、島から。ありがとうございます。嬉しい。もう今晩一緒に泊まりたい。もっと前に。もっと前。はい。あ、マスク取りましょうよ。はい。行きます。せーの。あ、帽子が暗くなってる後ろに。はい、行きます。せーの。もう一枚行っておきます。せーの。OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。どうもありがとうございます。撮りたい。カメラ気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。今一応ライブも見てます。本当にライブ見てた。ライブ見てました。はい、チーズ。はい、せーの。もう一回、せーの。OK です。はい、ありがとうございます。カメラだけ結構見てるみたい。本当？うん。見えないですね、はい、本当にこれはい、あ、なるほど、アロマチコなんですけど、一回これ剪定した後、芽吹いてきたものを持ってきています、A 海加瀬園芸さんといううちの方のラベンダーをいつもお願いしている、生産者さんに昨日のですね、夕方ぐらいに持ってきてもらったんですけど、まずこのアロマティコっていう品種なんですけど、この隣のね、FS ブルームさんっていうね、品種があるんですが、ここのメーカーさんと同じシンジエタっていう風に書いてあると思うんですけど、そこのね、会社のものになります。ちょっとね、つらい、
辛いんで外します外します外しますのでちょっと離れていただければと思います。でこれね香りが従来のラベンダーよりもプラス 1.5 倍ぐらいにはなってます。こうちょっと手元のアロマティックをこうね触ってみてもらいたいですね。ラベンダーって花が香るって思ってる人いると思うんですけど、花はね確かに香るんですが葉っぱの方が強い香りが出ます。その手を嗅いでみてください。めちゃくちゃいい匂いです。でこのねラベンダーの香りっていうのはリナロールっていう成分が入っていて、これ何かというとアロマオイルの世界では有名なんですが鎮静効果のあるものです。例えば頭痛、例えば擦り傷、そういった時にそのアロマオイルを使えると収まるよっていうリラックス成分なんですね。これが、従来のものよりも多いっていうのがこのアロマティコの特徴で、僕が育てた実感としては暑さ強いです。で四季咲き性っていうのはすごいですね。でこの四季咲き性っていうのは、春も咲いて秋も咲くなんですけども、ラベンダーって通常一季、春の一季しか咲かないんですよ。咲かないんですけども、これは、ちょっといろいろ改良をして秋も咲くようになってます。ただし春のようにたくさんは咲きません。咲かないんですけども、夏のこの手前で切り戻しをしたものっていうのはここからまた一気に咲きます。で夏になった段階で切り戻すと秋にもう一回咲きます。で植え替えどうすんのっていう話があると思うんですけど、これちょっとね特殊な鉢でスリット鉢を使ってます。このスリット鉢水はけがめちゃくちゃいいんですね。でこの加瀬園芸さんのこのラベンダーの特徴は土が軽いものを使ってます。これ今ね水をあげちゃってるんでそれなりの重さがありますけども、ちょっと持ってみてください。片手でこうこんな感じで持ってみてください。そうするとちょっと重みを感じますね。この重みが水の重みです。もし手元に近くにある方いらっしゃったらこう指に引っ掛ける感じで持ち上げてみてください。これが水の重みなんですよ。引っ掛けるように持つとすごくよく分かります。これがスコーンと軽くなったら水の上げ時。ラベンダーは、水をあんまり上げない方がいいよ、控えめだよって言われてますけども、水大好きです。でこれをねカラッて乾いた時にたっぷり上げてっていうリズムを刻んでいくと本当によく育ちます。で肥料の反応もいいです。粒の肥料でいいです。液体の肥料でいっぱい花咲かせたいという方いらっしゃいますけども、固形の肥料だけで十分で、この場合は、夏前の6月は植え替えしちゃダメです。まず絶対ダメ。だからホットのラベンダーはちょっとね買いづらい季節です。で鉢のラベンダーの場合このまんま咲かせてください。根っこはこれねまだねそこまで張ってないと思うんでね、ちょっとね根っこチェックいきたいと思います。出ました。こんな感じ、細い根っこがヒュルヒュルヒュルって回ってて、土の粒子もねほら粗いの分かるでしょ、これ見えますよね、粗い感じですよね、粗い感じ。ちょっとねナメクジが裏にいますけど、これよくあることです。こんな感じですね、根っここういう感じです。細い根っこなんです、ラベンダーって。だから根がねちょっと弱いんですよ。性質は強いし宿根草なんだけど根が弱いです、ラベンダーはね。だから根をいたわるために粗い土を使って水はけよくしてちゃんと乾く環境を作る。だからスリット鉢で、このまんま夏は東向きの場所がいいです。南向きに置くと西日が当たりやすくなっちゃう。ここも向こうが西なんですよ。夕方になるとここすごいんです、日差しが。だから昨日もこんなに焼けちゃった僕。これね夕方から焼けたんです、真っ赤になっちゃって。それぐらい夏の西日は辛いですから、当てないようにしていただければと思います。でこちらのアロマティコちょっと宣伝入れますよ。通常はだいたい2000円から2500円ぐらいで売られてます。ホームセンターさんもうちょっと安いと思いますけども、ちゃんと花が咲いてるものはうちの母の日だと3980円とか3680円ぐらいです。今日は加瀬さんの方が精味よということで、安く下ろしてくれましたので、ぜひですね2つ3つ育ててみて、2つ3つ買っていただいて、お家で香りを楽しみながら育ててみていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。地植えの場合は、地植えの場合はね、簡単な、一番簡単です。地植えはまず土を作るときに腐葉土入れます。腐葉土ですね、土の表面にこう、ちょっと盛るぐらいをバーッと入れます。そしたら今度畝を作ります。畝っていうのは土と土の間にねちょっと山盛りにするところ、それを3センチぐらいの畝でいいんですけど作っていただいて植えると水はけが良くなるんです。そうすると雨風当たって全然 OK なんで、それでやっていくといいです。
植えるだけで OK です。ただ今は地植えちょっと難しいので、うん、秋にやっていただいたらいいです。今ちょっと持ってきて秋に植え替える。そうです、秋までこのまま楽しんで植え替えたら OK で、店員さんがね、あそこの、かっこいい帽子をかぶっている加藤さん、加藤さんがここのブース担当しているので、アロマティックを欲しいなって思ったら加藤さんに声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。晴れ女、あ、晴れ女来た。いますか、いますか。晴れ女さん来ましたね。ビールをね、ビールをおごりにしたいと思います。はい、よかった。あれ、晴れ女さんは？晴れ女さん。あれ？どこ？あ、行きましょう、行きましょう、行きましょう。カズさん持ってるじゃないですか。あ、日傘、日傘。さすが。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、これ良かったら、お話しできる。いただきました。いただきました。ありがとうございます。すごいですね。あ、いいですいいですよ。ここがいいですか。お花があるところですか。こんにちは。ありがとうございます。じゃあここちょっと撮りましょうか。これ向こうやると。こんにちは。ありがとうございます。ちょっとじゃあ順番で。いいですか。ちょっと待ってね。じゃあここ一番で二番で。ここでいいですか。こっちがいい。この向きがプロカメラマンなんで。この向きがこの向きがいいですか。横で横にして、でこの向きです。こういう向きを持ってください。あ、こっち、はい、あ、そうそうそう、はい、いいです。
はい、ありがとうございます。また。ということで一旦休憩をしたいと思います。皆さんまだ間に合うんでね、天気持ちそうです、ぜひいらしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。さよなら。